ルーカス・ファン・ウーデンは、風景画で知られる、フランドルの画家。ルーカス・ファン・ウーデンは、アントワープに生まれ、イングランド城に仕えた画家であった父親の元で、修行したと思われる。だが、電気の記述によれば、ファン・ウーデンは、父の下での修行よりも、ガスパール・デュゲ、ニコラプスさん、クロード・ロランら偉大な風景画家たちと同様に、古外における素描と、 自然観察から多くを学んだと伝えられる。1626年から1627年の間にアントワープのセール化組合に登録している。ファンウーデンの作品を同時代フランドルの巨匠、ルーベンスは高く評価し、自分の作品の背景部分を描かせたとされている。ファンウーデンは自らニードルを振るって、エッチングも制作した。 この画家の手になる版画としては小画面の風景連作が知られている。この画家の最後の地は知られておらず、逝去した時祭祀もなかった。18世紀のフランスの美術愛好家はファン・ウーデンの様式について、樹木を描くキーワーに用いたタッチは新鮮かつ軽妙で、枝葉の間を、そよぐ、風の動きをも感じさせるとし、また、空は明るく、雲により変化がもたらされ、典型人物も、 正確に描かれて愛らしいと評した。彼がルーベンスの工房で働いたことがあるのかどうか分かっていないが、作品にはルーベンスの影響が見られる。実際、ファン・ウーデンはルーベンス作品の構成を数多く模倣している。しかし、テクニックとしては、ヨ子スデ・デモン・ペルやヤンブ・リューゲルの影響を受けている。作品の中の人物像はルーベンス作品からの模写化。 ダフィット・ケニールスによるものが多い。同じ風景画家のヤン・ウィルデンスの共同制作も多い。ルーカス・ファン・ウルデンが、川のある風景銅板に、油彩、27X40 センチメートル、17世紀前半、個人像。多様なモチーフの導入この風景画は、比較的小さな画面に描かれている。それにもかかわらずこの作品には、動きのある雲が浮かぶ空の下に、 うねるように曲がりくねる樹木の幹と、それと対照的な河川の静かな水面に加え、右側の崖の岩肌に見られる、下植物や地面の草、様々な方向に細かく分岐する枝、そこに見られる小さなタッチで描き分けられた葉、道の上に差し掛かる倒木と残った根元、そして簡潔に描かれた、典型人物と円形の塔と空の鳥など、多様なモチーフがところしと描かれている。 これにより画面は多様な形態と種類の描写対象に満たされ、鑑賞者の目を作品の底かしこに引き付ける工夫がなされている。色彩遠近法の使用この風景画作品では、描かれたモチーフの色彩に関して画面手前から奥に向かうに従って、主要な色調が3段階に変化する。まず前景の木々や岩山、地面の彩色和茶を主張色とし、 中継の生い茂るハムラはもっぱら緑で色づけられ、なだらかな稜線を示す円形の山については、青が支配的である。これは、画面内の空間を表現するために、様子でモンペルラ風景が形が前世紀から用いて、きた伝統的な色彩遠近法が継承、使用された結果である。AJ デザリア D、アーカンビル、アブリジアデラビデプラスファムポントラ、T3、パリ、 1762p338d アーガンビルオーパス CIT p338 ありがとうございます。